5 mai dernier, Miavi était de retour à Paris et se produisait cette fois-ci à l'Élysée-Montmartre. Le guitariste japonais a depuis longtemps atteint le statut de star international, avec sa musique bien sûr, mais aussi avec ses participations à des films hollywoodiens comme Unbroken d'Angelina Jolie ou le dernier Mission Impossible dont il a réinterprété le célèbre thème. Le voici à 35 ans, bien plus mature qu'il y a 10 ans, lors de ses premiers passages en France. Je t'aime. Le temps a passé, il n'a cessé de se renouveler et vient de sortir un best-of sobrement nommé Day 2. Moi, j'ai Day 2 というタイトルにしたんですけど、もともと本当は Reincarnation っていうタイトルにしようと思っていて、まあ、kind of reborn っていうか、まあ、After Firebird の後で、こう、reborn っていうイメージと、あとはまあ、その old tracks、昔の曲も、もう一度こう、再生するというイメージで作ったんですけど、まあ、なかなかその言葉自体があんまり、なんだろうな、その、明るくないというか、Reincarnation って、it's kind of not popular in Japan。日本ではそこまでその定着していない言葉なので、そういう意味では、まあ、Day 2という、タイトルにして、まあ、どちらにしても過去だけを振り返る作品にはしたくなかったので。昔の曲も入ってるんですけど、でも僕たちは過去に戻ることはできなくて、ここからね、実際、昨日に戻ることはできない。明日にしか進めない中で、やっぱりどこか明日を感じられる。未来を感じられる。そういう作品したいなと思っていたので、まあ、Day One という曲が僕の中で、僕の曲の中にあるんですけれども、まあその先、Day Two、Day Three っていうふうに、みやびも今進化している。現在進行形のみやびだよっていうのを提示したくって、Day Two という。タイトルにしました。Miavi guitariste, Miavi compositeur, Miavi acteur, Miavi showman, mais aussi maintenant Miavi grande cause. Parallèlement à ses activités, l'artiste s'implique de plus en plus dans des causes humanitaires. 僕たちが未来 に対してどうしていけるか。で、どうしたいのか。ね、現状だけを見ていれば不安になるし、やっぱりいろんなね、アメリカも大統領が変わって、で、イギリスも EU から出て、まあそれこそ、あとは難民問題。まあフランスにいたらすごく身近に感じられると思うんですけれども、僕自身も UNHCR という、UN、国連の中の難民、高等弁務官、難民の人たちを、まあ、サポートする、第三国定住も含めて、まあ、サポートする、機関の人たちとお仕事をさせてもらっていて、まあ、お仕事というか、まあ、僕が一方的に学ばせてもらってるんですけれども、まあ、そんな中で、まあ、レバノン、そしてタイの難民キャンプに行かせてもらって、でやっぱり、ね、自分たちが想像していたのとやっぱり全然違うというか、それ以上にやっぱ激しい過酷な環境の中で生きている人たち、特に子供たちを目の前にして、やっぱり、ね、自分たちをこうやってね、毎日ある種どんちゃん騒ぎして、ね、音楽やって、で実際行く前は本当に怖かったんですね、何ができるか、ね、実際まあアンジェリーナ・ジョリーさんに紹介をしてもらって行ったんですけど、まあ、彼女ほど有名でもないし、何ができるんだろうと思いながら行ったんですけど、でもギター一発弾いた時に、ね、子供たちの目の輝きというか、うん、やっぱり音楽の力ってすげえんだなって再確認させられたし、うん、自分のやれることもあるんだって、で実際ね、そうやって子供たちと接する中でやっぱり教育の大事さもやっぱり再確認っていうかしましたし、まあ、そういう意味で決して安易ではないし、楽観的にはなれない状況ですけど、でも一人一人が、まあ、僕も含めてですけど、ね、僕たちが変えていく、僕たちが作っていくっていう意識を持っていれば、おのずとそういう風になるんじゃないかなって、でそれを、まあ、忘れずにこうやって声にして言うことも、まあ、一つ大事なことだと僕は思ってますし、それが例えばゴミの分別だったり、
ね、本当にちっちゃなこと、ね、食べ物を粗末にしないとか、なんかそういうようなことにもつながるんじゃないかなって、そういう意味でちょっとずつでもそういうようなことを一人一人がしていけば、未来は決して暗くないんじゃないかなって思いますね。Lors de son dernier passage à Paris en octobre 2015, Niavi jouait au Bataclan. Nous étions à peine quelques semaines avant les attentats. ロサンゼルスにいたと思うんですけど、まあテレビだよ、まあテレビインターネットで知りました。まあ実際本当に残念に思いましたし、まあ自分も含めて。何が起こるかわからない毎日、まあ、かといってなんだろうな、何かに怯えて隠れて生きてたくないなって。だからまあさっきも言ったように、実際日々未来のためにやれること、小さなことでもどっかにその意識を持った上で、あとは日々全力で本気で生きていくのみというか、何が起こるか本当にわからない中で日々を全うしていくことの大事さ、まああとはやっぱりその政治的にもそういう、まあ、テロの問題、ね、実際憎しみと憎しみがこうねの連鎖じゃないですか、まあ、そこに対して政治的な部分でももっともっと世界中がね、地球以外で暮らせないわけじゃないですか今のところ。だからどうすれば共存できるのかっていうのをもっともっと話し合って、もっともっと形にできたらいいなっていうのはすごく思いますね。